キリストの愛悼、キリストの愛悼、イタリア語、コンピアントするクリストモールトコン、アイサンティ・ジローラも、パオロ・イ・ピエトロは、イタリアのルネサンス期の巨匠サンド・ロボッティ・チェッデによる絵画で、1490年から1492年頃に制作された。フィレンツェのサン・パオリーの修道院に由来し、1814年に、ルートビヒ皇太子に取得された。現在、 ミュンヘンのアルテピナコテークに所蔵されている。絵画は、聖母、聖ペテロ、マグダラのマリア、福音記者ヨハネ、聖ヒエロニムス、聖パウロに囲まれたキリストの死体を描いている。登場人物たちの悲しみの表現は、ボッティチェッリの芸術において目新しいものであった。当作品が制作された頃に始まったフィレンツェでのサボナローラの説教による精神的な影響のもとで、 画家は自身をメディチ家の宮廷で人気にした寓意的創作を放棄し始めた。そしてより緊密で労力を要する宗教的作品に向かった。この作品は以前の画家の作品にはない厳粛で禁欲的な雰囲気を持っている。A.B.R. テピナコテイクミュンヘン、スカーラ2002年刊行。 ISBN 978から3から4064745692021年5月23日閲覧。オペラ48。2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月23日閲覧。ありがとうございます。